はい皆さんこんにちはチームハロンズクローカーです。ドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。はい四時間シボリンジャーバンドトレンドは出ておりません。一目均衡表トレンドリレスの中買いバイヤスが強い状況です。はいストーキャスティックス開始くなりが点灯ということで4時間シーベースは底堅い動きと見ております。それではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、4時間足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性示す赤い点線21本移動平均線真横を向いております4時間足ボリンジャーバンド、トレンドレス状態ということです。はい、4時間足ストキャスティックスは分かりづらいですけど、開シグナルが点灯ということです。 はい、4時間足1目金表ですロウソク足と雲の位置関係からトレンドは出ておりませんが短期市場の赤いラインの転換線が中長期仕様の青いラインの基準線上抜け成功しておりますこれは買いシグナルさらにはロウソク足はといいますとレジスタンスラインとし握しております雲の加減上抜けトライ中ということで4時間足ボリンジャーバンドトレンドは出ておりませんが買いバイアスが強い状況ということです。 ははいそれでは本日、ニューヨーク市場の、えー、と予想えと、ー、想サポートレジスタンスですね、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。はいまずはサポートラインです。百四十七円の五万レベル、百四十七円の五万レベルと考えております。ここですはい続きまして、レジスタンスラインです。はい百四十九円ちょうどレベル、百四十九円ちょうどレベルと考えております。 はい本日ニューヨーク市場の予想レンジ147円5万レベルから149円ちょうどレベルということですはいポイント買いバイアス強し底堅く推移かということではい今週 FOMC を前に、えー、ブラックアウト期間に入っておりましてまあ Fed 要人がまあ何もコメントできない状態というところですそんな中えっ、ー、と Fed ウォッチャーのウォールストリートジャーナルえっ、ー、とニック記者が30日に自身のツイッターで FRB のターミナルレートが想定よりも高くなる可能性とつぶやきまして、まあ、マーケットはこれを受けまして、まあ、ドル買い、ドル円は上昇しているという感じです。現在も、えー、と米金利は上昇、ドル円も底堅く推移をしております。ははいいそういうことでで本日ニューヨーーヨク市場ですねチャート形状的には はい、4時間足ボリンジャーバンドトレンドが出ておりません、一目金近表もトレンドは出ておりませんが、海外圧が強い状態、はい、ストーキャスティックスにつきましては、買いシグナルが点灯ということで、はい、本日、ニューヨーク市場、奴隷につきましては、堅調な推移を予想しております本日は以上となります。